インテル吉田でございます。パナソニック様、そして IT プロダクト事業部の皆様、今日は新製品の発表、そしてご紹介、おめでとうございます。前で聞いてまして感動しました。私はやはり、イノベーションを大変大事だと考えてまして、メーカーさんの、おかげでインテルも成長してるわけですけども、その中でこのモバイルコンピューティングでやはり世界をリードしていく、今までそのような実績を着実に上げている会社はもうまさにパナソニックさんであると考えています。そういう意味では今日、この30分ぐらいのご説明の中でも、おそらく皆様も間違いなくこの、新世代、第3世代のレッツノートがいかにその新しい技術を取り入れて、そして私たちの生活にさらなるそのモバイルコンピューティングの進化を着実に感じさせられるような、そういう機能がたくさん入っていますので、もう非常にそういう意味では感激しております。少しですけども、インテルの視点で今日このお祝いをさせていただきたいと思うんですけども、まずはやはりその私たちの今の環境はインターネットが周りにどんどんあるわけで、そのインターネット上に新しいサービス、そしてアプリケーションというのが構築されて、そしてそれを使っていくというライフスタイルが今企業、そして私たちの生活の中でもだんだんとその当たり前になってきました。世界レベルでこのモバイルコンピューティングの可能性を見た場合に、ご覧になっていただくとお分かりになりますけども、このモバイルの比率というのは実を言うと日本、これ赤い線なんですが、もともと世界の中ではモバイルの、ポーションというのは非常に高かったんですね。でようやく世界がそのモバイル環境にだんだんなってきて、それで、今もう世の中はもうこれから5年後、そして10年後っていうのはモバイルっていうのがどんどん広がっていきます。そしてあともう一つはインターネットの普及率でございますけども、こちらが、全世界のインターネットの普及率、まだ 25% です。そう考えますと、これからより多くの人たちがインターネットを通じてさまざまなことをしだす、その時のビジネスのやはり成長のオポチュニティ、機会というのはまだまだ想像を絶するものがあるんじゃないかと思います。ですのでこの、今経済不況と言われている中で、一つのやはり元気をつけていく新しい製品というのは、もう私は一つはもうモバイル系、それもモバイルパソコンではないかというふうに考えております。先ほどモバイルの本質を追求していくというお話がございました。本質を追求するということはどういうことでしょうか。それはまず一つはやはり高い性能、2番目には軽量、そして優れた高速のワイヤレス技術、そして軽量化、そして長時間のバッテリーライフ、この5つはとても大切なものです。ですからそれをうまくバランスよく、いかにそのノートパソコンの中に組み入れていくかということがとても重要です。そういう意味では私は非常にパナソニックさんのレッツノートの製品を2002年からPentium 3から見ていて、そして今回第3世代になってますますやはり進化していく、新しい技術を積極的に取り入れて、世界標準の技術、そして自社の今まで築き上げた独自の技術、そしてインテルの技術を合わせていって、最高のやはりモバイルの世界を構築していく、そういう意味で私は先ほど聞きました本質を追求していく、その姿勢にも全く同感であり、その非常にその、最大限の努力をされている IT プロダクト事業部の皆様に敬意を表明したいと思います。新世代モバイルコンピューティングを支える革新ということですけども、私たちは、マイクロプロセッサーの会社でありますので、マイクロプロセッサーをこれからどんどん進化させてまいります。今回も動作周波数は 2.53 ということで、非常に高い高性能のマイクロプロセッサーのご採用をしていただきました。このコアというデュオですけども、プロセス技術では最新の45ナノメーターという微細化の技術を使った製品であります。そしてトップクラスのやはり性能をこのような形で、示していただけるということは、やはり何にそのつながっていくかというのは、これはもうユーザーさんのユーザビリティなんですね。つまりさまざまなソフトウェアが知らない間でいろんな形で、裏で走っている、表で、使っている、その時にこのソフトというのはこれからどんどん重たくなります。それがやはり高性能の CPU であればユーザビリティが非常に高い、今まで1分かかっていたものが30秒でできる、そして15秒でできる、
そしてなおかつネットワークが今度は高速になりますから、より多くのデータがインターネット上から返ってくるわけですね。その時のユーザビリティっていうのがおそらく一番顧客満足度につながり、そしてまた相対を持ってきますから堅牢でなきゃいけない、そしてバッテリーも長く持たなきゃいけないという、そういう細かなやはりバランスの取れたニーズという、まあ、そういうものをこれから構築してか、まあ、しなきゃいけないわけです。まあ、そういう意味ではまあ、ここにですね、やはり、まあ、インテルとそして IT プロダクト事業部さんとの協業の、まあ、非常に重要さというものがありまして、それはただ単に私たちの技術を使うだけではなくて、神戸工場そして、独自のやはりデザイン技術、その絶え間ないですね努力の上に、今のこの素晴らしい、まあ、製品が成り立っております。まあ、そういう意味ではこれはまだまだですね進化するということになりますので、おそらくその今後も私は、まあ、IT プロダクト事業部さんが作られるレッツノートというのは相当期待できるのではないかというふうに考えております。そして、まあ、本質の、まあ、一つでありますその、まあ、高いバリューで、まあ、今回はまあ、YMAX を搭載しております。全ラインにこのような形で、全ての通信技術を搭載している初めての革新的なノートブック、まあ、ノートパソコンになるわけです。私はYMAX をですね、日本のゲームチェンジャーだというふうに申しております。それはなぜかと申しますと、やはり日本にはさまざまな、まあ、環境があって、そしてユーザーはですねより多くのデータをインターネットを通じて取りたいわけですね。その時には 3G だけだとやはりスピードが不足している、無線LANだけですと距離が出ない、そういう真ん中を埋めるものがもうこれ YMAX なんですね。ですからユーザーから、まあ、まあエンドユーザーから見た時には通信技術の、まあ、難しいところを全く考えずに、遠ければ 3G でつながる、YMAX のサービスがそこにあれば高速でデータ通信を、まあ、インターネットにつなげてお仕事ができる、自分の好きなことができる、そしてお家の中では無線LANでできるという、そういうですね非常にその、まあ、難しい技術を使いやすく提供しているのが今回 の私は新商品ではないかと思います。あともう一つはやはりその企業向けということですので、非常に大事なのは企業の皆さんはこれから、まあ、こういう不況の中でですね IT 投資をどのように考えなきゃいけないかというところで、そのコスト削減、 IT コストの削減、特にお金がかかる分野というのは運用管理です。で、運用管理を可能にする一つの技術、まあ、インテルが、まあ、作り出して、そして、IT プロダクト事業部さんが実際に使っていただくこの V プロですね、この V プロの技術が、デフォルトで入っていると、そういう面で、私はその YMAX を、まあ、全てに入れられた、そして V プロの機能を全てに入れられたという意味ではもう間違いなくですね世界の中でもトップクラスのこういう機能も、まあ、含めているわけですので、そういう意味では革新的な製品であるというふうに考えております。モバイル革新に向けての協力、両社はこの2002年からもうすでに7年間ですね、どのような形でモバイルコンピューティングを実現していくか、まあ、実現を、まあ、していくかということを考えております。つい先日も先週ですけども、IT プロダクト事業部さんにですねインテルにおいでいただいて、さまざまな議論をまた重ねております。そういう意味では、まあ、世界に、のリーダーシップ、これはそのものづくりという意味では、ものを作るだけじゃなくて、そこに入っているノウハウ、そして部品、トータルのシステムですね、それを見たときに、おそらくこういうものが今の日本のものづくりを世界に示していく、アジアに示していく、その中で代表的な商品になるというふうに思ってます。それはなぜかと言いますと、やはりパソコンの技術というのは非常に早く進化するわけですね。そして、ある意味でイノベーションというのは、何か新しいことを起こすためのある意味で材料ですから、新しいものを早く取り入れて、そして製品化に持っていくということが非常に大事なことです。それを、まあ、パソコン、モバイルパソコンというふうな形でいち早く実現している IT プロダクト事業部さんというのは、私たちインテルから見てですね、一生懸命私たちもサポートして、そしてグローバルに展開していく大きなその、まあ、商品、代表する商品として、私はもうこの日本のものづくりを代表する一つの、まあ、パソコンでありますけども、そのパソコンの進化を考えていったときに、これからも非常に期待できるものではないかというふうに強く思います。話が長くなりましたですけども、本日は新製品の発表大変おめでとうございます。そして皆さんもですね、このレッツノートの素晴らしさというのを体感していただいていただければ、私も非常に嬉しく思います。本日はおめでとうございました。吉田社長ありがとうございました。